おはようございます、金町です。朝7時半、営業時間とかいろいろ新体制が整った三浦屋さん、お話伺ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。イエス。もう開いてるんですけど、おはようございます。あ、悪口言ってましたよ。え？盛大に。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お前何しに来たの？え、あ、武器商人です。武器商人。はい。鋼の剣言ってないから。そうです。これ誰？俺。制服じゃん、しかも。制服ですよ。前乗りで今日は来てました。昨日の仕事そのまんまで来たの。そのまんま。あ、長野ちゃん持ってきましたよ。ビニール。はい。え、お勉強ですか。あなたの大好きなお勉強ですか。お勉強ですね。月曜日休みなんで。休めよ、普通に。まだ出てないんで今日も。よろしくお願いします。皆さんお願いします。お願いします。はい。もういろいろ始まってますね。やってますわ。とりあえずは一人でさ、こう仕込みはされる。そうっす。いろいろこう体制が変わったと伺ったんですが。変わりました。全部変えました。全部変えた。変えたっていうとあれですけどね、ベースは変わらず一個一個のクオリティ上げました。全部自分でできるんで。あ、むしろ。はい。そっか。今日はよろしくお願いします。お願いします。長野ちゃんと土日は団体さんが多いから、はい、でも8名すみません。四国だねっていう。四国じゃねえし。7時半っつったから。ああ、でも。もうすでにいろんないい匂いがする。今、八百屋で買うと、5700円ぐらいの。手前にハの字に見た。ハの字でも。ハの字っていうか、あの、まあ、奥がどうしても熱こもって当たるんで。ああ、壁があるから熱がこもる。そう、熱が奥に溜まってるの、奥のが熱いんですよ、当たりやすい。はい。それで初めて知りました。だから。奥なところもそうなんですよね。奥が当たりやすいんで、若干手前にごとく前に持ってくるんですよ。ああ、寸胴前に持ってくるんですよ。前当たっちゃうともうどうしようも削れても削れないんです。当たった時なのに、本当に。あっ、もう、ちょっとした絶望が。絶望感ですよね。原骨です。原骨です。はい。いい加減覚えましょうよ。いや、覚えてたから。もういい加減。テロップ多分下に流れるでしょ。言語言葉って。いや。シャマル調べて出るでしょ。出る。出す。これから蒸していきます。蒸す。蒸す。今ひくくスープ入れてるのは積んだバラを蒸すためにひくくしてるの。蒸さないと僕の中じゃなんかちょっと変。臭い匂いが出る。
ムス。料理とか霜降りと一緒ですよね、魚とか。ああ、臭み取りですか。そうですね。そんな綺麗に詰まなくてもいいですけど。いや、A 型なんですね。あ、A 型ですか。A 型です。A 型です。動画とか A 型とか言ったことない。いいじゃん。貴重面。いや、でも A 型っぽいって言われたことないですね。O 型っぽいかなって思ってました。そうですね。そうって言われますね。大沼さんも O でしょ。いや、僕は B 型です。あれ？完全な BB です。BB です。BB の純血種の B ですね。仕事だけはきちんとやるんですよ。あ、すごいきちんとやってますよ、仕事は。仕事は。はい。シーマ、それ開けてから煮るんで。はい。うちは餅多めできないですね、今。あ、なかなか。そういうのはあるっすよね。これありがたいのが、うちお時間なんでやれちゃうんですよね。めちゃめちゃありがたい。あ、そう。一定量仕込んだ鶏油4時間なら多めもできる。何でもできます。何でもできる。超幸せ。そっか。鶏油本当に不足してますか今。マジです。これ超幸せです。使い放題。卵もやばいでしょ。卵もやばいです。親鳥がいないですね。ことは卵も産まないですね。山形のだから肉そばとかって有名なのが。まあ、僕の地元の方ですけど、そこも結構夏のその肉そばにも影響があるんじゃないかと思って。うーん、親鳥の山形ですか。そうです、山形ですね、出身は。僕もあの知り合いが酒田とかいっぱいいて。ああ、酒田ですね。はいはい、ケンちゃんラーメン食べ行こうよって言われてこれだとあの足立に山形屋さんって。ああ、名前は聞いたことない。結構先輩なんですよ。これでそうなんですね。鶴岡か、はい、悪い方。YouTube の動画でしか見てない。鶏油を作るわけですけど、はい、これは水から茹でるんですか。そうですか、こっちはそうですね、あのお湯で煮出す感じです。ああ、これに今から阿波踊りの柄入れて、今こっちで野菜あげてます。あげた野菜をこっちに入れます。なるほど。そうですね、こういうちっちゃい一手間が仕込み量が増えると本当にそのちっちゃいのが重なって膨大な仕込み量になっちゃう。生姜の切り方がかっこいい。でけえ生姜は揚げないです。揚げるようにこっちで煮出した方がフレッシュな感じ。そうっす。こんだけ鶏油に入れても正直鶏油にはそこまでの出ないんで、ちょっとでもうちはスープちょっと重いじゃないですか、なんで親鶏より最近若鶏の方が合うんじゃねえかと。ただこの背脂のこう何だろう、喉にこう絡みつくようなこうちょっと重い感じもちょっと欲しくて、親鶏結構重いんですよ。あ、もうでも油出てきましたもん。そうですね。チャーシューのあれ、硬いです。はい。
今あのみりんと酒足してちょっと味調整して、でこれっす。道具がある。そうっす。温度計っす。温度計か。はい。温度を測って。そうっす。今65度。沸騰させてから65度まで落として。はい。お茶しよう。ああ、ああ、ああ。入れて、8時間で。8時間 ?8 時間。閉店ぐらいなんです。で、冷やした、冷やしたのを明日。明日。難しいの、タンパク質が凝固する温度があって、それをずっと凝固する温度以上やってると硬く、それ以下で過ぎちゃうと歯切れが悪くなる。全部が同じ温度だと側はやっぱちょっと硬めの方が、中しっとり、うんうん、硬い層ができる、硬いっていうか硬さの層ができるような。あと水分ですね、水分は絶対失っちゃいけないです。特に肩ロースの赤身だけ取ってるんで、脂身ついてる肩ロースなんかもガンガン茹でちゃって美味しいです。おお、ももとか肩ロースの赤身とかでしょ、カチカチ、あんまり美味しくない。絶対うまい。とかも卵かけご飯で売っちゃってる。その時はもう卵かけご飯でもう卵の美味しさを味わってもらいたかったので。であとはちょっと業者さんの某業者さんからのやつで黒バラのりをもらったんで、はい、それをトッピングに乗っけて。某業者さん。某業者さんで。お世話になってる業者さん。頭にピンクのタオル巻いてる、うん、あー、それだ、あー、もうバカだったよ最近や、糖尿から復活した10時ぐらいに来るって言ってました。ああ、抹茶さん、はい、今日納品か。納品です、うん、そう、で、これそのまま生壁でやると、白いのの中に黒いのとか、はい、抹茶色なのとか、はい、血とか、うん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 、そのまま最後まで全開で、鳥ちゃんです。まあ、チームにちょこっと入れて、はい、これは味玉をつけるためのお醤油。結構ゆるゆるで作ってるんで抜くのが大変。これ多分毎日剥いたらすぐ手切りそう。手切る、はい、卵手切るんですよ。お、同じとこ超痛いです。超柔らかい。あれ全部一人でやるんですか。はい、仕込みは。そうですね、まあもともと仕込みやってたんで、今も卵こんなちょっとなんで、前300個とか毎日やってたから。ああ、指が痛い。そう、300個足んないですよね。その上ラーメンに卵1玉入ってるんで、お客さんのほとんどが上ラーメンか。あとみんな並んでくれるし、並ぶとみんないろいろ買うっすね。並んでラーメンじゃもったいないみたいな。
新体制になったのは何かきっかけとかそういったものなのかさ。きっかけは完全に雄一郎が辞めたことですね。はい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 。もともと僕は雄一郎の給料の確保のために長くやってた、うん、まあ、どうせあいつが辞めるんだったら、まあ、僕がやりたいことやろうから。もともと雄一郎さんは独立希望だった。いや、そんなこともなかったですけどね。まあ、いろいろここでやるうちに、ああ、独立してなって思うようになったんじゃないですかね。あれ、びっくりしましたけど、本当に。いや、僕もびっくりしましたよ。いつ知ったんですか。いや、結構ギリギリで、もう早く言えよ、つって。なんか、1年ぐらい頑張って独立したいって言ってました。総裁省レオナさん、もう一人。もちろん、僕の、おじさんだから母親の弟っす。僕の母親の、お父さん写真に写ってた方ですよね。そうですそうです。もともと僕のおじいちゃんがラーメン屋200軒やってたんですよ。それもえ？そう200軒。フランチャイズですけど。はい、もうずっとバブルの頃ですよ。バブル弾けてそのまま弾けてちょっとケース。でも200まで引っ張れる。すごいですね。すごいと思いますね。なんかデパート系で昔赤坂っていろんなデパートになったんですけど、そうやってて、で僕のそのおじさんもそこ携わったり、インドで飲食店経営したりとかいろいろやって、で今家系ラーメン系とお前すごいなっつって覚えさせてっつって、はい、今僕のところで修行中ですね。あの写真が残ってて、でくいって感じで、まさかおじさんが弟子になるとは思わなかった。これは狂文。狂文ですね。昨日仕込んで一晩冷やして、ちょっと水分飛ばして、はい、これからスライスします。最近スライサーになったんですか。そうです、あの新しくなってからですね。あ、新体制になってから。そうですそうです。チャーシューの濡れ感が超重要ですね。濡れ感。そう。チャーシュー今これキンキンの状態なんですよ。冷蔵庫一晩。はいはい、はい。それでこのわかります。この濡れ感。けど生じゃないもんです。この速攻ちぎれるこの。はい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 。これが超重要です。水分の飛んでる 90% 以上飛んでないんで、これ飛びすぎると切ってからもう5分もすると色がピンクから酸化して灰色みたいになる。だからスライサーの方がいいですよね。一定に。そうですね、スライサーで狙った厚さで、もう 0.5 ミリでも変わるんで、厚すぎてもダメだし薄いとしょぼいし。今チャーシュー2種類になったんです、はい、ももと肩ロース。上ラーメンとかの特上は2枚ずつとか1枚ずつ。前まで燻製してたんですけど、はい、燻製しないで、まあ、コマ茶だけ燻製してます。あ、そうなんですね。そうです、コマ茶燻製して、こうコマ茶を混ぜた時に燻香が効いてくる感じ、ね、分かるんですか。濡れ感いいですね。うわあ、本当だ本当だ。そう、完全に火は入ってんだけど水分が一切抜けてないっていう。これは本当ね、こう冷えてる状態でこれが本当出ない。こんだけ柔らかいと包丁じゃ切れないというね。包丁切れないですね、もうこれは。どんなに研いでも。そっかそっか。時間かかるし切れるんですけど、めちゃくちゃ。かといってもももそうですけど、ちゃんと火入ってないと歯切れが本当悪いんですよ。
グニグニしちゃうっていうか、うん、じゃなくてサクッと切れるけどしっとりと柔らかい感じ、うん、スープで火通すのも柔らかいですね。そうなんですよ。ラーメンのスープ熱いんでラーメンの上に乗っけてちょうどいいぐらいなんですね。中はゆっくり温度入って外は入っちゃう。こっちがあの営業で使うやつ、はい、これはコマちゃん、はい、これは営業のやつプラスサービス系。本当は1枚のとこを1枚ちょっと乗っけてあげたりとか、うんうん、2枚のとこ3枚とか。27で家系だ。27ぐらいに松戸に入ったんですよ。はいはいはい。8巻アルバイト。居酒屋は何年？居酒屋は22から5年ちょっと。うんうんうん。その居酒屋の前ってのは？はあの旅館で働いてました。旅館？はい。その時はスノーボーダーになった。ああ。そっか。19から21ぐらいまで。うんうんうん。ああ旅館で働きながらそばにスキー場があるみたいな。そう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 。はい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 。旅館でもじゃあ料理とかやってた。旅館は仲居やってました。あのお客さんアテンドする。はい。じゃあもう今集大成ですね。そうですね。結局でも僕もそうですね。サービス業が面白いですね。面白いですね。リターンが早いですね。あのお客さんの反応が早いから頑張ったのがすぐ目の前で伝わる。龍馬さんよろしくお願いします。お願いします。三浦さんどのくらいですか今？あと2日ぐらいで8ヶ月。8ヶ月か。独立希望ということで。独立はちょっと。三浦さんのお仕事楽しいですか？超楽しいです。超楽しい。はい、よかったですね。まかないもいっぱい食べてますよね。まかないも。怒られながら。怒られながら食べてます。へえー、そっかそっか。これは水に戻すんですか？そう、水で。ごめんなさい。知らない。ハゲてねえ。違います。ハゲてねえ。ハゲかけだから。いらんこと言います。もちゃんとウエット感があるんですね。あります、あります。いやー、まあそうだな。汁出来上がったんで、はい、背脂取り除いてこれ煮ます。背脂を煮る、はい、はい、背脂とこの汁も一緒に煮ます。
ゃあ後で煮込みます。今あのこのチャーシューだけ燻製してる。燻製っていうか煙をこうまとわせる感じ。火は入れないですね。香りをつける。そうですね、香りを本当パッとつけてこうスープに入れた時にこうジュワーってもう香りが流れ出るようなイメージで香りをつけるですね。肉の中まで染みちゃうとちょっと違うんで。なんで切ってから燻製するようにして。あ、これでこれでもうちょっとしたら煙出るんで、こうって出た煙にこうまとわせる。本気でお風呂ぐらいの温度でじんわりこう熱溶いていくとすごい柔らかくなる。でもそれやってると中結構ざわざわなんですよ。ああ、そうですね。中に入っちゃうんで、もう大体お醤油戻しといて。そうか、いろいろあれですけど、君の方があの固まる温度が低いから、はいはい、ここからが武蔵屋じゃないです。三浦です。サブスもね。あ、こっちはサブなんですか。いやいや、あのこっちサブス。そうですね。基本はサブに入れるんですけど、これがやっぱ短時間営業ならではの。直で行っちゃう。でもそんなスープに浸ってるわけじゃないですから、旨味だけがこう入っていく感じですよね、イメージ。で、まあ12時半ぐらいには取っちゃうんで。はい。豚と鶏のスープ作るっていうイメージだったんですけど、本当はそうなんですね。なかなかのっけってのが三浦屋さん流みたいな感じですか。そうだと思います。
これ毎日やると防災のあれが鳴ってあ、ここ、あ、あるんですね。そう、あるで、すげえ敏感ちゃんなんで、はい、すぐ鳴るんですけど、今切ってもらったんですよ、防災センターで。うちないんですよ。ないんで、いや、兄弟なんですよ。ああ、それは、でもそうっすよね。亀屋さんです。今日納品。今日納品です。あ、営業中私時間ないし、私じゃないけど。え、何よ？シール。シールです。何のシール？バカでシール。ああ。キャラクターのやつですね。キャラクター。後ろにオカメの入ったやつ知らなくて、この前見たんですよ。めっちゃ可愛いですよ。頑張って作ってる。あんなちょっとで匂い香ったら分かるんですけど、相当香る。あ、側にこう香りが入ってるだけなんで、はい、こう水分に入るとふわっとそこをこう。入ってないところ飲んで、あ、こういうのね。そうそうそう。で、また食ってるうちにこう出てくるから、あ。おお、そうっす。あれ、うちで出してるあの燻製卵みたいなもんす。燻製卵も、とても美味しいっすね。あとで、並ぶ販売完了みたいな感じですかね。販売はほぼ完了ですね。ね、すっきりしてきましたね、なんか、はい。あとは最後ラーメン食って、うん、それをちょっと調整して、はい、オープンです。すいません、いただきます。ありがとうございます。茶の薫香の移り具合とチャーシューの柔らかさと、
麺とスープのバランスに。もう表現が。小沼さん、ラーメン食べるとき眼鏡外すんですか？外しますよ。やっぱ曇っちゃうの？曇っちゃうから。曇り止め持ってきてないんで今日。そうなの。はい。曇り止め持ってきてないんで今日。お客さんがやっぱり食べて美味しいっていうので、笑顔でやっぱり帰られるっていうのが。